答えを教えなくちゃいけないって言った時点で会社は多分辞めなくちゃいけないんじゃないかなって、もっとこの本質的なこと、経営者としての人間としての本質的なところを言われるっていうことはほぼほぼないので、そうするとやっぱりショックはね、大きいっていうか、だからいつもね、毎回もうバカアホでここまでね、もうすいません、わかりません、やめさせてもらいますって出かけるんだけど、出か一け度るもよそれは言ね。ったことなかったんで、出なかったんですよ。東大雄で、戦わりペルソナさんのご質問が、はい。どんな経営者のタイプが笹川さんのクライアントになるんでしょうかというご質問だったんですけども、その時の会長様のお答えが、基本は真面目で謙虚な経営者ですね。そしそうですてね。決して答えを教えてほしいという惨めたらしいことを言わない経営者、きちはい。んと己の脳みそで物事を思考し、糸口を見つけ、気づきを見出せる経営者、こういう経営者は忍耐強く決して諦めません。私もやりがいを感じますし、それと同時に私の価値、その存在意義、そして役割を十分理解されているので、建設的な対話も中長期的に成立します。何よりも互いに尊敬し合う人間関係を作れるのが最高ですね。中には当初エグゼクティブコーチに対して半信半疑ながらも現在のままでは立ち行かぬと真剣に思い始めた経営者がめきめきと変身していくケースも少なくありません。こういうケースでのエグゼクティブコーチの私は嬉しさも倍増しますというお答えだったんですけども、はい、僕らの稽古、私ももういろんなところで逆にこう講師やら、稽古する側に立っているんですけれども、やっぱり覚えてくれること、ね、しようとしてるところの一番真髄のところを教えて分かってくれる人と、いつまでたっても分からない人と、で前回分かってたはずなのに今回また元に戻ってるとかね、いろんなことがありますけど、そうするとガクッと来たりしますけども、やっぱ同じことなんでしょうかね、これは。はあ、ですから、よく笹川さんはたくさんの人が来た時に、誰でも彼でもね、こうやってほしいって、やりたいって言って、やらないんでしょって言うから、そうですね、やっては差し上げたいけど、やっても多分意味がないっていうか、本人は意味が絶対得られると思ってるんですけど、どっかやっぱり依存と言いますか、お金払ってんだから何か教えてっていうところが、やっぱりこう、普通のこう雑談の中でも、何となくこう、お話の中でわかると、それは、私ももちろん答えを持ってることは確かにあります。ただ、答えを教えなくちゃいけないって言った時点で、会社は多分辞めなくちゃいけないんじゃないかなって思うところもあるので、やはりその、私がもう少し魂売って、そんなこと言わずに、ボン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 お答えをね、私が社長だったら、何々社長のところの社長だったら、こうする、こうする、こうするとかっていうことも、言えばもっと繁盛するのか、いろいろと人気のある、あれかもしれない。私の場合は厳しいことも、やっぱり言うところがあるので、そうするとやっぱり、なんていうのかな。会社の社長さんも普段社長で威張ってるんだけど、そういうこと言われたことがないから、シュンとしちゃわれて、それ以降会話が弾まないっていうことも多々あるので、ああ、そうなんだ。一回でもダメですね。一回で、立ち直る場合もあるんですけど、やっぱりね、立ち直らないでそのまま丁重のまま落ちちゃう場合はもうそれはしょうがないなと思って、ゆくゆく先々多分そうなるんだったらもう早めに、ダメになるんだったらもうダメになった方が、離婚もそうですけども、頑張って、もうこれダメなんじゃないかなと思って、5年も10年も、結婚を続けていくのももちろん、意味のあることかもしれませんが、少なくとも子供がいるわけではないから、私とそのクライアントの間には、私と彼しかいないの。彼女しかいないので、そういう時はもうね、こうこうこうだから、私はそう思うんですけど、いかがですか？って言った時には、大抵8割方、実は私もそれをもう思っておりましてっていうから、もうそれはしょうがないです。でも、その中でもね、2割は、すいませんと、なかなか私も社長でそういうふうに、パチンって言われることが
ほぼほぼ会社でもないし、取引先からまあ言われることも、まあ、クレームとかではあるけれども、もっとこの本質的なこと、経営者としての人間としての本質的なところを言われるっていうことはほぼほぼないので、そうするとやっぱりショックはね、大きいっていうか、だけど、ここでじゃあもうそれに乗ってじゃあ辞めますって言ったら多分僕は一生多分変わることはないと思うので、ここはぜひもう一回リセットし、で、だからといって佐川さんに何か忖度をしてもらって優しく、ま、もうちょっと優しくやってほしいっていうことは言いません。それは失礼な話になるので、今まで通りのスタンス通りでいただいて、それでも私がダメだ、私がもうダメだと思えば、私が白旗、タオルを出しますね。タオルを出さないということは、なんとかしがみついてでも、ここは自分が乗り越えていこうと思うところもあるので、そこはよろしくお願いしますという人は10人のうちやっぱ2人ぐらい、そういう状況になったときですね。今までの可能、あの確率としては、そういう感じですね。東大さんだってお稽古まあやってて、週に何回か毎日、あの、住みたい師匠のあのね、テレビに出てくるあのお稽古場に、まあ、何回か分かんないけど、多分ね、あの映像が残ってる部分なんていうのは、あれはごく一部なんですよ。本当はもっと厳しい稽古をしてるのあるんですけど、それはちょっとさすがにあの公共の放送には多分流せないということで、多分お蔵入りされてるんじゃないかなと私は想像してますんで、そうなるとですよ、やっぱり嫌ですよね。まあ、今はもうね、今こうなられてるから言えますけど、その時はもう行きたくないでしょ、うん、ねえ。でもね、バカほうやという傾向だけど、その時終わって師匠のうちをありがとうございましたで出て自分家に帰る時には結構なんか爽やかな感じが、おお、うん、あ、来てよかったなっていう気は素晴らしい、結構毎回するんですね、それは、うん、だからいつもね、毎回もうバカアホでここまでね、もうすいません、わかりません、うん、やめさせてもらいますって出かけるんだけど、うん、一度もそれは言ったことない、なかったんで、出なかったんですよ。止められてたのは何だと思います？わかんないんですよね、それがね。いや、わかんないんだけど、なんか言えなかったんですね、いつも。いや、やめたいですって言って、やめちゃってる人もたくさんいるじゃないですか、そっちの世界は。そうですね。じゃあそこの世界は。師匠のそれ、だから断ったってもういわゆるもうこの襲名のことだけですよ、いわゆる10代目の無事態を告げって言われて、すいません僕あの自分の先祖の東大に解明させてもらいますって言った、まあ、これが唯一最初で最後じゃないかなと思うんですよ。師匠のもう分かりません、やめさせてもらいますって言は言わなかったけども、それはやめさせてもらいますって言ったのとわけですからね、それだけでしたね。これはまあ自分の先祖からのこれがこの仕事してること自体もそれだと思ってるので、東大さんからの指令だと思ってるので、令和における、うんうん、それはまあ許していただきたいと思うんですけども、住田師匠にも、はい、ただ師匠の稽古のそれはそうですね、確かに何かこうバカホって言いながらも言いたいことはそうじゃないんですよ、もっともちろん奥深く、はい、ね、腹の底で受けるべきところが、その時はもう一つこの聖火丹田っていうの全然分からずに、腹じゃ腰だって言われながらなんとなくそんな気がしてるだけで、もっとこう腹で受け入れられてたら、もっと理解してその段階でねできたこともたくさんあるだろうに、でもその子分からなくてもいずれは分かってもくれるだろうと思ってそうやってやっていただいたというのも今思えば分かるんですよ、師匠が、はい、それをまあだわしがもうおらんようになってから分かってくるわっていうのを、うん、そのもよく言われてましたから、うん、わしがおらんようになったらよ分かってくるわって言われました、はい、うん、それから自分が逆に稽古をするようになったらわしの言う、うん、打てることもよう分かるわって本当によう分かる、最近なるほど住田師匠もこう言ってたよなっていうのがね、同じこと言ってたりね、僕がね後でハッとするようなことよくありますけれども、うん、いや今日もありがとうございました。ありがとうございました。東大で笹川流文化なくして経済なし、超いいね。いやありがとうございました。どうもありがとうございます。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。毎週金曜日更新です。